てるともみん、ヘイヘイホー。すごいですね。ついてるともみんですよ。だからジャージです。すごいですね、うん、これもだいぶいいオープニングになってきたんじゃないですか。勝手に自分でそう思ってますが、はい、もうねこれをずっと定着させていこうと思います。自分で歌って始まって、自分で歌って終わると。僕別にね歌が得意だからこれ歌ってるわけではないですよ全然僕ね音楽のあれですよ、テストなんてもうねすごいですよ、素晴らしいですよ。もう1とか2しかなかったですからね、成績表なんてもね、うん、なんかね歌も歌ってるとね違う歌に聞こえるとか言われちゃうぐらいですからねでもいいんですよ、楽しければ、はい、楽しくやるのが一番です。ついてるともみんです。僕の名前言うといいですよ。なぜかと言いますと、名前の前についてるってついてるじゃないですか。これついてるっていうと世の中についてることいっぱい自分についてくるんですよ。ついてる波動とついてない波動があるんです。この目に見えないこの空気中の中にはあるんですよ。ついてるついてるっていうとついてるのがいっぱい来るんです。でもね違うもう一個の方を言うとね、そっちのやつがバーって寄ってきちゃうんですよ。危ないですよ皆さん。ついてるって何があってもついてる、ついてるついてるともみんって言ってれば間違いないですよ、はいそうですね、このオープニングのいつものねこの話がね長くなってなかなか本題に入らないというのはね最近気がつきました、はい、気づかされましたね、なのでこれも直していこうと思います。はい、今日はちょっとの法則をお話ししましょうと思います。ちょっとの法則って何ですかってこれね自分の中で置き換えるとたくさんありますね、うん、まあメインなところでいきますか。ちょっとの法則ね、これ、まあ、斉藤ひとりさんもねお話になられてるのがあってね、まあ、これのと似たのがほら、いきなり大木はできないよっていうね、うん、小さい芽から出てきてだんだん大きくなっていっていずれ大木になっていくっていうね、ちょっと似てるのかななんて僕は思っていますがね、はい、これ今例えるならば僕の YouTube の動画ですかね。今これでね41本目のアップロードになりますね、うん、目指せ50本、目指せ100本、目指せ1000本、目指せ1万本っていう感じでやっていきますんでね、とりあえず50本を目指しましょうみたいなね、そんな感じですよ、はい。本当はねちょっと削除させてもらいました。あの動画が何本かありまして、なので本当はもうちょっとあるんですが、まあ現状今自分がアップロードしてる動画は40、これ1本目の動画になります、はい。いやーなんだかんだで41本よく喋ってますね本当好きなんだなって自分でもよくわかりますよ、はい、うん、だからこれがねちょっとちょっとで気がついてみたらすごいことになってるのかななんてね、さっきちょっとね経験してる時にあれですよ、振り分けたんですよね。アップロードした動画をこうなんですか、何でしたっけあれ、ファイルじゃないけどなんかほらあるじゃないですか、名前つけて分けるやつその名前が今出てこなくなっちゃったな。それに分けてね、振り分けて足していったら40でしたね。まあそれ出すと2個被ってるのがあるので、まああれなんですが、まあ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 41ですよこれで、はい、これもだからちょっとちょっとの法則、ちょっとの法則じゃないね、ちょっとの法則だね、うん、これね僕前の動画でも話してるんですけど、小銭貯金でやってるんですよ、うん、これねすごくお金貯まりますよ。最初はね1年ぐらいかけて5万円とか6万円貯まったんです、うん、でだけどねそのちょっとちょっとの法則に加速の法則が足されちゃったんですよ。気がついてたら、うん、
どういうことかと言いますとね、最初ほらちょろ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 食べてた小銭貯金なんですが、最近はもう気にせず、お家帰ったらお財布の小銭全部出して、あれですよ、お守りさんになってるお金さんたちとかね、金とかそういうのはまたお財布さん戻しましてね、やってますけどね、それ以外のお金さんは全部貯金箱に入れさせてもらってますね。はい、それも一枚一枚持ってありがとう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 っつってやってますよ。はい、そしたら最初はね1年でそのくらい5万円6万円、それがね半年で5万円6万円貯まるようになったんですよ。でこの間ね買えた時は4ヶ月でしたね。4ヶ月であれいくらだったっけかな、7万円ぐらいあったのかな。うん、そしたら今回3ヶ月で7万円ですよ。どうですか皆さん、1年で5万円6万円しか貯まんなかった人もですよ、今じゃあ3ヶ月で7万円貯まるようになったんですよ。すごいじゃないですか、このちょっとの法則に加速の法則が足されちゃったっていうことでね、ちょっとの法則をやってたら引き寄せちゃったんですよ。引き寄せの法則もそこに加わったってことですよね。うん、で加速の法則もついてきちゃったと。もうついてるじゃないですかね、やっぱりついてる、トモミンでよかったですよ僕の名前。皆さん僕の名前を唱えるだけでついてることがたくさん起きますよ。はい、そんな感じでございますかね。うん、なのでね、またこのちょっとちょっとの法則はまたこれね報告していきたいと思いますのでね、じゃあこの辺で締めさせていただきますよ。うん、ちょっとちょっとの法則に加速の法則が加わり、それは実は引き寄せの法則もそこには絡んでいるというね、いうことじゃないですか。じゃあそんな感じで皆さん、エンディングテーマいきますよ、いきますよ。ヘイヘイホーヘイヘイホーヘイヘイホー、ついてるともみんヘイヘイホー。はい、ついてるともみんでした。チャンネル登録まだの方、ポチッとなっとチャンネル登録よろしくお願いいたします。コメントもお待ちしておりますよ、励みになってますんでね、皆さんよろしくお願いします。ではこの動画見ていただいた方全員に、全ての良きことが雪崩のごとく起きます。いいことたくさん起きますからね、大丈夫ですよ、なんとかなりますからね皆さん。はい、ついてるトモミンでした。じゃあねー、バイバイキーン、ウィンウィン。